連塾は、江戸時代の儒学者、ャ茶ンによって、ンゴ国に開かれた私塾。連という字には、倹約をする、贅沢をしないという意味があり、茶山の教育方針に沿ったものと考えられている。海塾は、1775年、茶山が28歳の時である。初期は、素読などを教える、寺小屋のようなものであった。その後、次第に発展し、 1785年には金属園と称して他国の講師による講義も行われるほどになる。1792年頃には居宅に南面する紅葉山に由来して紅葉遊氷村社、旅塾と称した。館畜保が昭和10年に表した連熟裁縫期には表門からまっすぐ注文に進む省計には数棟の両者があったという管理人の記憶が紹介されているが、 現存するのは、注文の右側に隣接する、円児両一棟のみである。象形の左には、池があり、連熟用魚地生鳥小腐浴溜めと掘った石柱がある。また、池の周囲には五本の柳が植わるが、これは茶山が、当園名の故事に習い、五流先生と自称したことによる。注文をくぐれと行動になり、庭の西側に二階建ての茶山の自宅、書庫、風呂場などがあり、 行動は3室設けられる。行動の右側には広い濡れんがある。行動の脇には高谷阿川から引いた水路があり、熟成はここで筆を洗った。行動の一番奥には熟頭部屋に使われた小部屋があり、第三洋が1年余りこの部屋に住んで熟成を指導したという。連塾は文化、文世紀に最盛期を迎えたが、福山市によれば、 連熟の諸税金銀差し引き産業帳をもとに熟成の人数を計算したところ1811年から1824年までの入社生数は330名余りに上ると推定される年に20名余りが新しく入社していたが去っていったものをも計算に入れるといつも30名ほどが在籍していたと思われる門下生には内産業、工場家庭 関富士党院、江際に水、門田牧祭などがいる。連熟及び茶山休宅は1953年に国の特別史跡に指定されている。教育者としての感謝山。 感謝残記念館 http コロンスラッシュスラッシュ www.st.fukyama.hiroshima.jp スラッシュサイトスラッシュ kanab e-kancazan h スラッシュ 3114.html 閲覧日に2019年11月23日としラらも達也日本の新熟炭鉱者昭和44年 p116 から118ありがとうございます